音楽ファンタジー、夢は NHK 教育テレビジョンで1992年4月6日から1999年4月2日までの7年間放送されていたクラシック音楽を題材とした CG アニメーション。ディズニー製作のアニメーション映画、ファンタジアをモチーフとして企画され、クラシック音楽を幼い時から慣れ、親しめる用 CG を用いて映像化した番組。 5分枠の中で2つのパートから構成されており、前半では後日の CG キャラクターのアニメーションが放映され、前半終了後、その回で取り上げる曲のタイトル、作曲者が紹介される。続く後半のパートでは音楽に乗せて曲のイメージの 3DCG アニメーションが繰り広げられる。時間の制限があるため、一部の楽章のみであったり、 大幅な編曲がなされている場合も多い。また、使用された曲の大半は、放送時点でぶっこ者となっていた作曲者の作品で、著作権も切れている作品だったが、一部の作品は、放送時点で著作権が切れていない作品であり、アランフェス競争曲については口述のように、放送時点で存命の作曲者による作品だった。エンディングでは、第一期は、 格は様々な立体図形の変形とそれに合わせた作曲者の似顔絵の登場。第2期以降は統一されている。BMG v ク c t o r から VHS 日本クラウンから DVD が発売された。現在はネットショップやネットオークションなどで在庫がある限り入手できる。ただし、全巻購入できるとは限らない。また、第二期の前半パートを原作とした絵本全三作が リトルモアより出版されている。2020年には番組30周年に向けて番組のプロデュースに関わったテクジーニアスが経営するテクジーニアスオーガナイゼーションの YouTube チャンネルテクジーニアスエデューテインメントテクジーニアスチャイルドチャンネルにて本編の公式配信を開始するとともにテクジーニアスオーガナイゼーションに音楽ファンタジー夢ファンクラブ推進委員会を設置し 制作秘話などを記した解放の発行や2021年に30周年記念コンサートを計画している。毎週月曜日に新作を放送し、同じ回を5日間放送していた。1992年度は1年間通して第一期が放送され、1993年4月5日から1994年10月3日までは第一期が再放送された。 八部音符の形をした指揮者と野菜や果物でできた楽器のキャラクターたち。ほとんどのキャラは複数体存在する。メンバーの一部を除き英語しか話さない。ピアノ競争曲第1番では練習中に指揮者を除くメンバー全員が下敷きになり全滅した。第3期で再登場した際は色が鮮やかになり顔の表情も加わったが伝達手段は ボディーランゲージのみで言葉は一切話さなかった。パソコンとマウスの兄弟、ハーディー、コミート彼らを取り巻くキャラクターたち。基本的には彼らの伝達手段はボディーランゲージのみで言葉を話さない。このため曲名紹介は女性のナレーターが言った。また、韓国でもコミートハーディーの音楽の旅というタイトルで放映された。第1期と 第2期のメインキャラクターが登場する。ウィズとあるが、フルベジパートと、テクテクキッズパートは日本立てとしてそれぞれ独立している上、フルベジのキャラクターが一切登場しない回が大半で、あるため、構成上両者が直接共演するという形ではない。話数は便宜上のもの。第1期、第2期、第3期作品は全部で95作。 人線上のアリア以降から編曲者の名前がクレジットされるようになった。ありがとうございます。